伊藤選手が合流して最初の合同テストが終わりましたが、はい、テストを終えていかがでしょうか。チームがちょっと問題を持っていたそのサスペンションのフィーリングとかも、同じような感覚だったので、それを直せばもっとラップタイムも上がるし、安定して走れるっていうのは意見が一致したので、まずはそれを直すためにもう一回テストを、もう一回しかないので次で試したいと思います。治れば、それから燃その時に一緒に燃費見たりいろいろやるとは思うんですけど、伊藤さんも十分経験があるし乗ってないって言ってもやっぱり伊藤さんなんで、順調に進んでるし、あまり今のところいい感じですね。全部が第3ライダーのオーディションもありましたか。はい、ちょっとね、天候も悪く思ったほどドライで走らせてあげられなかったのは残念なんですけど、少しでも、ね、チャンスを与えてあげられて、しかも、ね、いいタイムで走ってくれれば、線でもこういう風に乗れるんだっていうのを、周りの方たちも見れると思うし、僕も抜かされたらまずいしっていうのもあるし、ね、若手は抜きたいっていう思いもあるし、そういうチームがあった方がいいと思うので、テストできたことがまず良かったんですけど、ちょっと天候だけはどうにもならなかったので、でもしょうがないですよね。それは目標は優勝って言っとかないとね、3位って決めれないし2位とも決めれないんで、優勝目指して頑張りたいと思います。